俳優の佐藤浩市、渡辺謙が4日、東京外国特派員協会で行われた映画、福島50、6日、公開の記者会見に出席し、東日本大震災を題材に扱った同作への思いを口にした。東日本大震災により発生した原発事故の現場に残った名もなき作業員たちは、世界のメディアから、福島50、福島50と呼ばれていた。世界中が見守っていた現場で何が起きていたのか。東日本全体へ危機が迫る中、死を覚悟して残った職員たちの知られざる真味が描かれる同作。佐藤は原子炉から最も近い中央制御室を指揮する1・2号機、当直長の井崎敏夫さん、渡辺は福島第一原発所長だった吉田正夫さん、個人を演じる。無事に完成を迎え、一足早く試写会が実施された。客席から温かい拍手で迎えられた佐藤だが、記者からファンに向けたメッセージを求められると、最初はまだ早いんじゃないかと。痛みも含め、被災された方々の思いを考えると、まだ映画化するのは早いのではないかと思いましたと、葛藤した胸の内を告白した。それでも、実際に映画を作り、福島で試写会をやった時、映像として苦しいシーンもあったけど、現地の方が監督に、ありがとうございましたと声をかけてくれた。そういうことだなと、僕は、まだ早いと思ったけど、逆に言うとギリギリだったのかもしれないと振り返る。そして人間は痛みを忘れることで次にトライできる。ただ風化してはいけないこと、それをもう一回自分たちが見直す意味ではギリギリだったのかもしれない。痛みを次の世代に語り継ぐためにもこの時に見てもらう。そういうことだと思いますと丁寧に言葉を紡いだ。渡辺も一言で申し上げるのは難しい。この映画を作っていよいよ公開という時に社会情勢がこういう風になりました。ただ我々は常に未来を予見できるわけではない。でもある種国難ともこと得る岐路に立たされた時に我々は何をチョイスして何に向かっていくべきなのか。この映画を通して一つのヒントを得られるのではないか。そういう意味でも非常に大事な検証材料でもありますし、未来に向かう大きなステップになる映画だと思っていますと話した。また、海外メディアから企画、制作中に日本政府、東京電力からプレッシャーや抵抗はあったかとの質問には、若松節朗監督が、僕のところには何も来なかったです。政府の圧力はないかと思います。現に総理、元総理や政治家もこの映画をご覧になってます。未だに何もないですからと明るい口調で答えていた。